どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのはトイプードルのラブちゃんです。ラブちゃんと一緒にやっていきたいと思います。最初の質問ですね。あ、ごめんなさい、その前に今ね、オンラインサロンの方やらせてもらってるんですけども、そちらの方ではね、いつも質問回答、非常にお待たせしちゃって申し訳ないんですけども、そっちの方だと、お客さんからもね、コメントができるようになってますので、いろんなことにね、その場で答えられたりとか、あとはね、ズームやライブで本当に直接ね、会話をするような形でね、相談にも乗れてるので、もしよかったらね、そちらの方もご検討してみてください。はい、というわけでね、最初の質問に入っていきたいと思います。お留守番の時にね、吠えるのやめさせるのにはどうしたらいいのでしょうかってことですね。ペット科のマンションなんですが、苦情が来て困っていますっていうことですね。お答えしていきたいと思います。まずね、大事なことっていうのはいくつかあるんですけども、まずお家でずっと一緒にいたりしてませんかってところですね。ずっと一緒にいればもちろん離れた時の寂しさは際立つので、吠えてしまったりっていう問題っていうのは非常に、ね、出やすいのかなと思います。で、2つ目、長いお留守番ってどのぐらいありますかっていうところですね。やっぱお留守番の時間が長くなってきちゃうと、どうしてもね、寂しい子たちって吠えるのかなって思うのと、あと一番大事なのはこれですね。運動ってどのぐらいとってますか。ワンちゃんが例えばね、元気いっぱいの状態でお家に置いてったらもちろん吠えちゃうと思うんですけども、ワンちゃんがね、心地よい状態で、例えばね、朝1時間お散歩行ってあげて、お家でも遊んであげて、ワンちゃんもちょっと疲れてるね、休みたいっていうタイミングでお留守番させるのか、それともね、朝から元気いっぱいの状態で、お家で待っててねっていう風にお留守番させるのか、それでも全然違いますからね。まず、最初にポイントとしては、お家で一緒にいる時ですね。ワンちゃんと一緒にいる時に、同じお家の中にはいるんだけども、人は人、ワンちゃんはワンちゃん、例えばワンちゃんは別な部屋にいるようにしたりとか、いきなりに離れますじゃなくって、人が見えないところにいてもそわそわしないようにしてください、ね、なんかね、自分話を聞いてるとね、人が離れる時点でちょっとワンワン吠えたりしてるんじゃないかなっていうのがね、文面からちょっと見えてきます。なので、一人に慣れてないのかなっていう感じはするので、一人の時間は少しずつ作っていってあげるようにするのと、あと最初に長いお留守番は避けるっていうことと、あとはね、人が離れる前には必ずね、長めの運動を入れていってあげるっていうことですね。で、もしくは、パピー、まあ、子犬の子ですね、1歳未満の子犬の子で、なんか人に対してこうなんだろう、すごくこうなんだろう、つきまとうっていうか執着しちゃってて、ちょっとでも離れるとまあ吠えちゃったりするよ、今はそれでお手上げですっていうのであれば、最初はね、犬の保育園とか幼稚園とかああいうところで、飼い主さん以外の人と過ごすっていうのも大事だと思いますので、自分たちがね、面倒見れない時に、いざっていう時に離れた時でもちゃんと利口さんにできるように、そういったところにね、預けてあげたりっていうのも一つの手段なのかなと思いますね。いきなりお家に一人でお留守番しなさいっていうよりも、まずはね、そういうところで遊んでもらったりとか運動してもらったりとか、誰かと一緒に待つっていう状態から、もちろんね、そういうところに預けた時っていうのはその子一頭じゃないので、他の子たちのお世話もあるので、もちろんね、一人の時間もできたりすると思います。なので、もしね、パピーの子で遊んで遊んでとか、明るい性格で人には大好きで一緒にいたくて吠えちゃうのであれば、ある程度ね、ワンちゃんが、大人になって、まあ、2歳、3歳、もしくは4歳、5歳になってきて、ワンちゃんのエネルギーの余裕がある程度小さくなってくると、最初からお家でもね、おとなしくしてられます、お家でもよく寝るようになってきたねなんて、おとなしくなってくると、そういった問題行動は少なくなってくるのかなと思いますので、ぜひね、もし、大変そうであれば預けたりっていうことを視野に入れてみたりとか、もしね、本当に全然解決できないんであれば、トレーナーさんに、今の環境もしくはワンちゃんの性格や状況を細かく見ていただく必要性があるのかなと思いますので、どうしても必要な時はね、ぜひ一度プロに相談してみてください。はい、というわけでね、お留守番が上手にできませんっていうのは結構あります。なので、運動を入れてあげてから、短い時間で、慣らしていってあげるっていうことが非常に大事になってきます。なので、そんな風にしてっていただければちょっとずつ慣れるのかなと思うのと、ただ苦情が来ちゃってるから本当にキンキン何とかして慣らしていきたいんだよねっていうことであれば、最初はね、お母さんがいない状態で吠えないでお利口さんにしてられたら正解っていうのであれば、預けてあげるのも、もしね、長いお留守番の時だけでもいいですからね、預けるのも一つの手段だと思ってくださいね。ぜひね、ワンちゃんにだけストレスかかるとそれもかわいそうなんですけども、ただね、一番大事なのは、ここぞっていう時にね、やっぱりワンちゃんが一番ね、辛い思いするのはかわいそうだと思いますので、
ぜひね、日頃の日常生活から少しずつ一人に慣らしてあげて、静かにお留守番できるようにしてみたらいいのかなと思います。ぜひ皆さんもね、お家でワンちゃんと一緒にいられる時から、その時から慣らしてあげないとかわいそうですからね。ぜひ、お家の中に一緒にいるんだけども、ちょっとずつでですよ、別々の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、ではね、雑談の方始めていきたいと思います。で、今日はね、何の話をするかっていうと、ワンちゃんのね、コングに対しての質問があったので、それについてね、ちょっとね、お答えしていこうかなと思います。で、ワンちゃんにね、2ヶ月のトイプードルの子で、ご飯の時にね、コングで与えてもいいんですかっていうことなので、それにお答えしていきたいと思います。で、まあ、2ヶ月、3ヶ月のワンちゃんでも、結構ね、もうしっかりコングをやれること、あとまだやっぱりね、コングで食べるのにまだちょっとなんだろう、不慣れでよちよちしちゃう子たちがいると思うんですけども、まずね、基本的には2ヶ月の子に、コングでご飯をあげても何ら問題はありません。ただ、2ヶ月っていうと、そんなに綺麗にね、舐め取ったりとか噛んだりとかができないので、そこをね、少しね、見てあげなきゃいけないのかなと思います。ちなみにね、コングって今聞いててピンとこない方いると思うので、どんなものかっていうと、一応ね、コングってこんなにちっちゃいサイズの、まあ、皆さんが一番よく見るやつは多分、こういうやつですよね。こういうコング、チョココロネみたいなやつね。これが多分一番世の中で、流通してる、皆さんがよく一番目にするコングかな。で、そこからするとこのピンク色、もしくはこっちの青いやつ、これがね、パピー用って言って、子犬ちゃん用ですね。で、子犬ちゃん用なので、成犬用のものと比べると何が違うのかっていうと、硬さですね、ゴムの。これが指でギュッてやっても、まあそこまで、まあこれ成犬用なんで結構硬め。そこからすると、こっちパピー、子犬用のやつになってくると、ギュッてやるとこうやって見てて、こう、あ、もう沈んでるねって分かるじゃないですか、ね、歯を痛めないように柔らかくなってます、ね、なので、自分の場合は子犬の時には2ヶ月とかの子だったら、コングの中にふやかしたフードを、パラパラって指でギュッギュッて詰めないでパラパラって入れるようにしますね。ちょっと加えたりとか引っ張ったり転がしたら、簡単に中からご飯がバラバラって出てくるような状態で、回数多めにして与えていきます。で、パピー用のものをね、もちろん使っていただけたらいいのかなと思うんですけども、正直に言うと、まあ、中型犬、大型犬とかになってくると、子犬でもしっかり噛む力がもう結構強い子の場合は、成犬のコングを使ってもいいのかもしれません。この赤いやつですね。で、硬さで言うと、もう一個本当はね、シニアっていうね、年取ったワンちゃん用のコングもあったりはするんですけど、基本的には、このパピーコングっていうのと、あと、普通の成犬用で、成犬用でも食いちぎっちゃうぐらい噛む力が強い子の場合は、なんとね、こういう黒い、それこそ噛む力が強い犬種用のコングもあったりしますね。なので、そういうものを使ってもらっても、いいのかなと思うんですけども、ごめんなさい、話がそれちゃいましたね。結論、2ヶ月の子犬ちゃんでもコングは使ってもらって結構です。で、中に入れたやつが簡単に、ね、出るようにしといてあげて、回数多めに与えてあげて、ワンちゃんって暇にするのがね、子犬ほどね、子犬ほど暇にするのが嫌いなので、それほどね、それこそ回数は多く与えてもらった方がいいのかなと思います。で、たまにね、これ自分お気に入りなんですけど、こういうのあります、ね、おしゃぶり型のコング、これ自分お気に入りなんですよ。で、なんでかっていうと、ね、ワンちゃんが口寂しい時、甘噛みに困ったなっていう時に、人間の赤ちゃんでもそうですけど、例えばね、怒ってるものを口に入れちゃったりとか、何でもね、掴んだりとかする時ありますよね。ああいう時には、ね、人間もそうですけど、おしゃぶり与えとくと、おしゃぶりが口の中に入ってる間、余計なものを口に入れなくて済む。つまりはね、ワンちゃんもなんでうちの子こんなに噛むんだろうと思ったら、このおしゃぶり型のコングにね、ご飯をバンバン入れて与えてもらえればいいのかなと思うんですけども、このおしゃぶり型をね、もし使う時には、これ自分小型犬用でしか見たことありません。で、中型大型だと、もうね、やっぱりパピー用だから、ゴムも柔らかい上にちょっとこういう余計な部分がついてるので、それこそね、トイプーちゃんだったりとか、そういう子たちにはすごくいいのかなと思うんですけども、大型犬、中型犬の子たちだと余計にね、この辺食いちぎって食べちゃって
ったりすることが出てきますので、ご注意くださいということですね。はい、というわけでね、ワンちゃんちっちゃい時から今後使っていただけると自分も非常にいいのかなと思うのと、ワンちゃんって一番何が嫌いですかっていうと、もちろん暇なのが嫌いでございます。なので、楽しい時間をねたくさん作ってってあげると、ワンちゃんもね自然とおとなしくしてる時間って長く出てくると思いますので、皆さんもねちっちゃい時から食事を与える際は、今後を使っていただけるとね一番いいのかなと思います。ブラッシングの時もそうですけども、家の中でワンちゃんに、ね、教えなきゃいけない行動の8割から9割は、自分の場合はね今後を使って教えられますよっていう風に、自分の場合は説明してるし本気でそう思ってます。なので、中にご飯とか入れてあげてね、舐めてる隙にブラッシングしてあげたりとか、終わったらこれ与えてあげたりとか、ね、爪切りとか他にねいろんなことにも使えますので、ぜひ皆さんもね、昆布を上手に使ってトレーニングはもちろんしつけもしてみてはいかがでしょうか。